メルはまだ寝てるのか。ぐっすり。でもよかったの？せっかくのお休みなのにパーティーなんて。普通なら断るところだが、神月のお嬢さんからのお招きだしな。それにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってる。また誰かと戦うってこと？もちろん。今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからな。あなたたちってそればっかりね。え？最初からそうだったじゃない。あなた強いのね。何のために戦ってるの？お金？それともスターになるため？俺には倒さなくちゃならない男がいるんだ。そいつともう一度戦うためさ。あれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしら。まさかここで始めるつもり？見てろよイライザ。波動拳テリア。テリアソリッチ。波動拳発動しちゃう。そろそろ決めるぜ。お派手にな。これで勝ち越したな。次は俺が取るさ。あれ？こっちだと思ったけどな。もう、だからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに。抜いてみる。さては不法侵入ってやつだな。え？違う違う、俺たちは今晩のパーティーの客で。これも仕事だ。黙って潰されてる。しょうがねえな。ん？どこかで会ったことあるか？はあ？知らねえよ。波動拳。いや、竜巻旋風拳。波動拳。波動拳。それにしてもどこかで見た顔だな。いや、体型は違ってたか？不法侵入者のくせに。客なのは嘘じゃないって。ほら。本当だ。ようこそミスターマスターズ。イライザさん、メル君もお待ちしておりましたわ。お招きありがとう、カリンさん。あら、何か失礼があったようですわね。お詫び代わりに食前の運動はいかが？へへ、嬉しいね。本当にも。お手並み拝見といくか。全米格闘を楽しませていただきますわよ。ああ、竜巻旋風拳。せいや、波動拳。ハイテク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 ハイテ。おお、起きたか、メル。ではまずはお部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの？今あいつは戦ってるんだ、殺意の波動と。殺意の波動？
あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。ケン。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通り。